キシユータ、ヒラノシオジングージユータとのほっこりスリーショットでナンバー、アイデビュー。ファンから大きな期待と愛の声。キシユータがキング、プリンスの仲間であるヒラノシオとジングージユータと共に、ナンバー、アイとしての活動をスタートさせ、ファンに笑顔と感動を提供しているエキサイティングな瞬間についてご報告いたします。キシユータ、ヒラノシオジングージユータの3人がナンバー、 愛としての活動を開始したことは、多くのファンにとって長らく待ち望まれていた瞬間であり、その喜びは SNS を中心に大きな反響を呼んでいます。この記事では、その背後にあるストーリー、ファンの反応、そして彼らのこれからの活動に焦点を当ててみたいと思います。ナンバー、愛、三大スターのコラボ、キシユ平タ、志ラ神宮寺優ジングウジユタの三人がナンバー、愛として共に活動することは、 ジャニーズファンにとっては夢のような瞬間と言えるでしょう。キシユタは、滝沢秀明が主催する新しいエンターテインメント会社であるトベに所属し、その一環としてキングプリンスのメンバーである平野紫耀、オウ、ジングウユタとナンバー、愛として新たなプロジェクトに取り組むことが発表されました。この驚くべき発表は、ジャニーズ事務所のファンたちにとっては非常に大きな出来事であり、特にキシユ平タ、ヒラノ 神宮寺雄太といった人気メンバーが一つのグループとして活動することが多くの人々にとって夢のようなシナリオとなりました。三大スターが一堂に会し新たなエンターテインメントプロジェクトをスタートさせることでファンの期待感は最高潮に達しました。SNS の力、岸雄太が X、旧ツイッター、岸雄太がナンバー、愛のデビューに際して注目されたもう一つのポイントは彼の個人アカウントである X。 旧ツイッターの解説です。岸優太はすでに60万人を超えるフォロワーを獲得し、その数は増加の一途をたどっています。戸部所属の他のメンバーである三宅健や北山博光の投稿を引用するなど、ファンにとっては嬉しい先輩メンバーとの交流の場としての役割を果たしています。岸優太の初めてのポストは、ほっこり笑顔で満ちたスリーショットで、それに続くコメントは多くのファンからの愛とサポートが溢れています。 彼はポストの中で多分緩くなっちゃうと思いますけど、なるべくそれはあげないとなぁと思ってます。とつづり、ヒラの仕と神宮寺ゆ太との特別な瞬間を共有しました。ヒラの仕も自身のインスタグラムにて、応援してくれる皆さんと素敵な景色が見れますようにと知るし、ナンバー、愛としてのワーフショットを公開しました。セルフィースティックを持つ騎士に、ヒラの仕と神宮寺ゆ太がハートマークを掲げている写真は、 ファンの心を温かくしました。神宮寺雄太も、これからもよろしくねと存在写真のビハインドショットをアップし、ファンとのつながりを深めました。ファンの熱い期待、ナンバー、愛の活動が始まったことにより、ファンからは多くの熱い期待と愛が寄せられています。コメント欄には、やっと3人揃った、みんなの笑顔、これからずっと守りたい、新しいエンタメ、楽しみにしてるよといったファンからの声が届いており、 彼らの新たな冒険に対するサポートが熱烈に表現されています。岸優ユタ、平野志洋、神宮寺ユ太タの3人がナンバー、愛としての活動を本格化させることにより、これからのジャニーズファンにはますます多くの楽しみが待っています。そのスタート地点において、彼らの笑顔と絆はファンにとっては何よりも貴重なものとなります。岸優ユタ、平野志洋、神宮寺ユ太タがナンバー、 愛としての活動を開始したことは、多くのファンにとって大きな喜びとなっています。彼らのほっこり笑顔のスリーショットは、ファンの心を温かくし、これからの新たなエンターテインメントプロジェクトに対する期待を高めています。ファンからの愛とサポートは、彼らのこれからの活動をより一層力強くすることでしょう。これからの彼らの活動に目が離せません。